なんだ。スクラップブック。あの児童殺害事件の新聞記事と写真が閉じてあるわ。幸子がどうだって言うんだ。うん。見て、もっと古い新聞記事。1953年11月19日。60年近く前の新聞記事だ。気の毒だな。ナホさんの手記にあった篠崎家の廃屋って見て、同じ紙面にもう一つ関連記事が載ってる。亡くなった保健医ヨシエの一人娘がその日から失踪している。写真が。なんだ。見てこれ、幸子、児童殺害事件のスクラップ記事と全く同じ。なんでこいつここにもいるんだよ。どう見ても同一人物だよね。このスクラップブック残した人もきっとそれに気づいたんだわ。本当に薄気味悪いな。やばい。何？隠れろ！早く！幸子だよな。うん。くそ。とにかく上に逃げるか。体が動かない。声も出ない。待て、待ちなさい。いけません、離してください。あたんか。すみません、篠崎君。だって、お母さん。いや、幸子君。見たんだね。逃げなさい。
篠崎、逃げるぞ、来い。キスヌマくん。追いかけてこないぞ。ヨシエの事故と幸子の失踪、早速見えてきたな。あいつ、あの子の亡骸、どうするつもりなのかしら。隠すんじゃないか。古い新聞記事では、母親の方は事故として出ていたけど、娘の方は失踪となっていたからな。許せないわ、あいつ。ねえ、幸子の遺体を隠すとしたら、どこだと思う？見当もつかねえよ。持田くんが言ってたよね。響先生の書いた開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関するって一文のこと言ってたな。調べてみるか。うん。本当になんかいるのか、この先に。いるよ、気をつけて。どうした？なんだろう、この部屋、呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方になんかいるんだろう。進もうぜ、先に。わかった、先に出てて。ああ、早く来いよ。何？今の声。篠崎！おい篠崎！何？何？嘘！嫌だ！岸沼くん！岸沼くん！閉じ込められたの。開けて！ねえ！岸沼くん！開けて！誰か！お願い！篠崎さん！無事ね、生きてるね。先生の声がする。これも嘘の声だったら泣くから。何を言ってるの。さあおいで、もう怖くないよ。先生、どこに行ってたの。会いたかったよ。ごめんね、怖い思いさせたね。あれ、先生、先生、ひどい怪我。篠田、骨折した。篠崎さん、さあ立って。早く、私に捕まって、私の体を登りなさい。腕では二人の体重を支えきれないわ。急いで、篠崎さん、あなたまで。ダメ。先生、先生。早く。
ら、そこもいつ崩れるかわからないわ。外に出ていなさい。だけど早く。先生、篠崎さん、強くなりなさい。あなたは誰にも負けない。ここを出たら叶えるのよ。話してくれた夢。行きなさい。これだけ言ってもわからないの？早く行きなさい。篠崎、行くぞ、来い。離して。もう篠崎。いいか、絶対に無駄に死ねえぞ。岸沼君、わかるよな、強くなれって。好調だわ。幸子の黄色いリボン投げ込んでたね。取れるか。なんだ、狭いけどこの牢、張っていけば奥に行けるのか。そういえば奥の方に小さい明かりが見えるぞ。よし。待って、これ焼却炉よ。途中で火でもついたら。だな。よし、お前はここで待ってろ。待って、私も行く。待ってろって言ったろ。私も行く。気をつけろよ、そこら中にホコリの塊とか引っかかりがある。うん。くそ、狭いな。だいぶ来ちまったが、まだ半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのがこんなに不安だとはな。もし今、出口や入り口が塞がれて、この体勢のまま、余計なこと考えるな。で、刺しちゃっただけ。針金みたいなの。そうか。来ないで。お願いだから。やっぱこの先、何かあるの？来ないで。来るな。だから来ないでって言ったのに。校舎の屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。やだ。いいか、見るな。これって、成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。みたいに
ああ、どこかの鍵だな。危ないよ、やめて。大丈夫だ、慎重に行く。取れたぞ。なんだ、小さいな、この鍵。なんだここは。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方が。寒い。何この張り紙の数、異常だわ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。そんなつもりはなかったのだ。なんだ、机の引き出しに鍵がかかっている。そうだ、さっきの鍵で。よし、開いたぞ。何？お兄ちゃん。嫌な予感がする。いや、どうしたの？何？毎晩夢に出てきやがって。こんなに私が罪を悔いているのに、どこまで私を苦し…わかっているよ。お前は死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。枕に立つたびに、また殺しに来てあげるからね。サトシ、サトシ、お兄ちゃん。大丈夫？急に返事しなくなったからびっくりしたよ。すまない、嫌な記憶を見た。これはおそらく幸子の舌だ。心を病んだ校長が
ヨシエの事件を誰かに喋られては困るって。サチコの亡骸を掘り起こして、舌を切り取ったんだ。ひどい。これをサチコに返してやろう。きっと探しているはずだ。サチコに。そんなつもりはなかったのだ。あいつが悪いんだ。そんなつもりはなかったのだ。